はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずこです。それでは今回なんですけども、ファインペイスーパーサンデー残りのキャンペーンを t マネーギフトと Apple Pay で効率よく使う方法を解説ということで、今回はファインペイについてですね。この動画では、今現在開催中のファインペイのキャンペーンを、いかに効率よく利用するかをお伝えします。残りですね、本日含めて2回取り組むことができますので、まだ参加されてない方はですね、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは 行っ,てみうってことで、ファインペイで、今現在こちらのキャンペーンが開催中でございます。7月の日曜日限定にはなるんですけども、ファインペイボーナス10倍スーパーサンデーということで、まあ、10倍とはいえども、還元率が5%還元になります。 まぁちょっと前もね、動画で解説はしてるんですけども、ざっくりおさらいをすると、この4日間の間にファインペイで決済したら最大で上限が1800円分のファインペイボーナスがもらえるということでございます。まぁ、あ、例もね、下に出てるように、通常のファインペイ払いであれば、200円で1ポイント、0.5%還元なんですけども、そこからキャンペーン分の9倍分のね、ファインペイボーナスがもらえる。なのでトータルで10円相当ということなんですけども、 ま、あ上限が1万円まで購入することによって500円相当までもらうことができるんで結構お得っちゃお得なんですよ。そしてタイトルでもお伝えしたようにもう2回ねもう終わってるので本日の7月18日日曜日そしてもう1回7月25日日曜日 あと2回取り組むことができます。まあ、すでにね、僕の動画を見ていただいている方でも、もうすでに参加されている方は結構いらっしゃるのかなと思います。で、そこでですね、今回はその、ファインペイのスーパーサンデー残り2回ですね、本日の7月18日含むの効率的な使い方をお伝えします。パターン大きく分けて3つあるんですけども、ま、ずパターン1なんですけども、これは以前の動画でもちょっとお伝えはしてるんですけども、ポイントサイトのモッピーを使います。で、モッピーでは今現在、ファインペイの期間限定、ファインペイボーナスが10%増量のキャンペーンを 行っておりまして、で、その10増量キャンペーンを使って。 ファインペイギフトに交換しますで、そこからファインペイギフトを自分のですね、ファインペイにまあチャージする。そしたらですね、そのチャージした分を使って、今回のそのスーパーサンデーのタイミングで、まあ実質5%が増量されることになります。で、実際にファインペイで何を買うかっていうと、こちら以前お伝えしたようにバニラビザギフトカード、これを購入することが、まあ結構お得ということで、まあお得な理由としたらですね、ファミペイでバニラビザギフトカードを購入したら、なんと2.5%分のファインペイボーナスがもらえます。まあこれはファイ払い には限るんですけどもこの3つを合わせることによって実質の還元率っていうのが17.5%還元というのが、まあ、実現可能ということですね。まあ、モッピーをね、使わってない方からすれば、まあ、ここの部分は関係ないかもしれないんですけども、まあ、そうじゃない方でもファインペイでバニラビザギフトカードを購入することで最低でも7.5%分の還元を受けることができるんで、それだけでも結構お得っちゃお得なんですよね。で、こちらね、以前の動画でもお伝えしてるんですけども、そのバニラビザギフトカードを使ってモバイル Suica にチャージする といていう風に以前動画でお伝えしてたんですけどもそれがねこちらの動画なんですがそれが今現在はもう NG になっておりますまあこの時の動画でもお伝えはしてるんですけどもモバイル Suica にチャージするためには 3D セキュアが必要になりますよというようなちょっとした警告が出ておりましたなので実際にバニラビズギフトカードを使ってモバイル Suica にチャージをする場合はご覧のようなメッセージポップアップが出てきますクレジットカードを登録する際には 3D セキュアが必要ですよというような警告なメッセージが出てくるので もう今現在はこのルートが塞がれてるというような状況でございます。なのでね、まあ、それがなくても実質17.5%は実現可能なので、まあ、それだけでも結構お得なんですよ。 続きましてパターン二つ目なんですけども、こちらですね、僕がツイッターでよく参考にさせていただいているアッシュさんという方のツイートを見て、あ、こういった方法があるんだということで参考にさせていただきました。こちらのリンク概要欄に貼っておきます。日曜日に5%、そしてかざして支払いで2%、アップルペイ経由で 6g 移して、そこからさらにパスも移して使いたいということで、ま、この部分ですね、ちょっと参考にさせていただきまして、途中まで同じなんですよね。モッピーで交換して、ファインペイギフトに交換すると。で、そのファインペイギフトで交換したそのファインペイボーナスをですね、 インペイで、決済すすすするる際に購購入入ももののををマネーーギフトカードというものをででね購入しますでその t マネーギフトカードでチャージした場合、その t マネーというのを使ってですね、今現在こちらの t マネーかざして支払いっていうのがですね、キャンペーンが開催されておりまして、今なら t ポイント10倍ということなんですよね。で、これが7月いっぱいのキャンペーンでございまして、かざして支払いをすることによって2%分の還元を受けることができます。これは ID 決済とかマスターカードコンタクトレス決済、これであればお買い物することができるんですけども、 こことととによっっっててて実実質ののの還還元元率いいいいうううがが17%還元っていうのが実現可能ということでございますなので、もしね、t マネーとか利用される方は、こういった方法もいいかなと思いまして、そこからさらにですね、t マネーのアップルペイを使ってですね、そうなんですよ、モバイルスイカにチャージすることができるんですよね。バニラビザーギフトカードからであればできなかったんですけども、還元率はその2.5%分の還元はなくなるんですけども、この方法であれば、モバイルスイカにチャージすることができます。ちなみにこれはですね、後ほど実践します。 で、先ほどアッシさんのツイートの中にもあったように、その T マネを使って6グラムにチャージすることができます。まあ、Apple Pay 経由にはなるんですけども、6グラムの場合は JCB のクイックペイ決済であったりとか、リアルカードが最近ね、登場したので、このリアルカードを使ってお買い物することができます。まあ、ビザなのでどこでも使うことできますし、タッチ決済も対応しているので、まあ、消化自体はかなりしやすいのかなと思います。 まあ、還元率っていうのはね、そんなに高いわけではないんですけども、この方法使えば実質の還元率はアップした状態で 6g で決済できるということになります。なので、6g で使えるイコール、そうなんですよ。Apple Pay K をしたらですね、モバイル Suica にチャージすることもできるんですよね。まあもちろんね、無理にモバイル Suica に入れる必要はないんですけども、まあ本当ね、実質の還元率自体っていうのは下がるんですけども、やっぱりモバイル Suica のヘビーユーザーの方であれば結構使いやすいのかなと思います。まあ僕はその一人なんですが、まあこの方法であれば結構ね、 ここでででも使えるので嬉しいですねそして、パターン3つ目なんですけども、まあ、これね、先ほどお伝えした内容の中にちょっと違いがありまして、それがここなんですけども、モッピーから1%増量ドットマネーということで、そうなんですよね。モッピーからドットマネーにポイントを移行することによって1、1%分の増量をかけることができます。で、さらにね、ドットマネーからファインペイギフトに交換することでも10%分の増量を受けることができるんで、いろんなポイントサイトを持ってる方であれば、すべてをドットマネーに移動して、ファインペイギフトに交換するっていうのがね、まあこの方法 方でもいいと思いますですけどもこの部分に関したらドットマネーに交換したりする場合は確か何日間か日数がかかったりするのでちょっとそこがね注意が必要かなと思いますもしこれを行う場合は事前にドットマネーに移動してそこからファインペイギフトに交換するっていうねそこが一つの注意点ですなのでこれらを全部合わせて実質の還元率ってのが18.5%還元っていうねこれすごいですよねでちょっと話は戻るんですけども先ほどお伝えしたパターン2のこの方法ですね僕もちょっと取り組んでみましたので参考にしていただければと思います で実際にまずモッピーからファインペイアギフトに交換するんですが僕は今現在ですねもうモッピーのポイントは1万7000ポイント貯まってる状態なんですけどもそこからですね右上の3本線をタップしていただきますそしたらいろんなメニュー画面が出てきますのでここのポイント交換をタップします で、いろんなまたメニューが出てくるので、ここのファミペイというところですね、タップします。そしたらファミペイギフトに交換ということで、いろんなね、注意書きが出てきます。交換手数料無料で、でも交換日数リアルタイムで交換できます。これが結構魅力的ですね。で、画面を下に下がっていただくと、交換するっていうところがあるので、ここをタップします。で、交換するポイント数をですね、選択することができるので、ここの交換ポイントを選択してくださいのところで、僕は今回1万ポイント交換します。これでね、1万1000ポイントということで、結構お得ですよね。 で、間違いなければ、下の入力内容確認画面へというところをタップすると、この確認画面が出てきますので、間違いなければこの内容で申請を行ってください。そしたら、これでファインペイギフトの交換が完了ということでございます。めちゃくちゃ簡単ですね。ここの発行コードを確認するというところですね、タップすると、まあ自分がね、交換したポイントなのが一覧が出てくるんですが、ここでコード確認をタップします。そしたら、ここの発行済みギフトっていうのがあるので、ギフトを確認するをタップします。そしたら、ファインペイと出てきまして、ここのコードを表示するをタップしたら、今回の交換する コードというのがですね。出てきます。今回はこのコードをコピーしていただいて。 次に、ファミペイのアプリ内に移ります。で、ファインペイのアプリ内の真ん中下にもっと見るという項目があるので、ここをタップすると、左下にギフトを受け取るというところがあるので、ここをタップします。そしたらですね、先ほどコピーしたギフトコード、モッピーのギフトコードをここに入力をしていただくので、そのまま貼り付けをしていただいた状態で、ここの下の受け取るをタップします。そしたらですね、ファインペイの受け取りが完了しましたということで、バッチリですね、トップページに戻ると、しっかりと1万1000分がチャージされているというような状況で でございます結構簡単ですよね。で、実際にですね、今回のファインペイボーナスを使った状態で、ファミリーマートに伺いました。今回はですね、ここのバニラビザギフトカードを購入せず、T マネギフトカードを購入しました。で、購入したものがこちらですね。僕、今回ですね、ファインペイで1万円分を購入しました。まあ、理由としたら、今回のスーパーサンデーっていうのが上限が1万円までだったんで、余った1000円分はまた次回にちょっと持ち越そうかなというふうに思ってます。で、このカードの裏面にですね、ご覧のような QR コードがありますんで、 ここを読み込んでいただくと、まあ、実際の t ポイント t カードのメニューに切り替わるんですけども、ここの右上のですね、メニューをタップします。そしたらですね、ここの真ん中ぐらいに t マネーというところがあるので、ここをタップすると、次に t マネーメニューの画面が出てくるので、チャージするをタップします。で、今度はチャージ方法がいろいろ出てくるので、今回購入した t マネーギフトカードからチャージをタップします。そうするとですね、入金画面に変わるので、チャージ入金するをタップして、ここでピン番号を入力してくださいと出てきてますんで、 今回、T マネギフトコードの後ろにですね、ピン番号をですね、ポイントかで削ったら出てくるところがあるので、その削って出てきた番号をですね、ここに入力していただいて、で、文字認証とかも入力して同意するをタップして、次へに進みます。そしたらですね、今回、ファインペイで購入した1万円分の T マネギフトカードの金額がここに出てくるので、間違いなければチャージするをタップします。 で、これでチャージが完了ということでございます。結構簡単ですよね。で、実際にですね、チャージされてるか確認したらご覧のように、t マネーのところに1万円としっかりと入ってます。バッチリです。で、今度はこの1万円分、まあ、かざして決済で使えば、まあ、還元率は確か2%だったので、まあ、そのまま使ってもいいんですけども、今回はですね、こちらをモバイル Suica にチャージをしたいと思いますんで、まずはね、t マネーの Apple Pay の設定をするので、もっと貯まるっていうところですね、この真ん中のところをタップすると、いろんなメニュー画面が出てくるので、この画面から下に下がって、 いただくと T マネーという項目が出てきますそしたら真ん中のところにですね ID マスターカードコンタクトレスが使えるお店で T ポイントが貯まるということでここをタップするとまあ実際の T マネーの設定画面が出てきますどんどん画面を進んでいっていただくと途中にですね設定をする場合にナビダイヤルにかけるタイミングが出てくるのでここは確かねナビダイヤルなのでいくらか通話量が発生するのでここは注意点の一つですね ですけども、一瞬だけかけるだけなので、そんなに通話料はかからないと思います。数十円ぐらいじゃないんですかね。で、無事にですね、どんどん画面進んでいっていただいて、これで Apple Pay の設定が完了でございます。先ほどお伝えしたように、この状態でね、かざす決済を行えば2、2%還元なんですけども、今月いっぱいは。ですけども、今回はこれを使って、僕はもう、モバイル Suica に入れたいと思います。で、その方法としたら、iPhone の設定のところにですね、 ウォレットとアップルペイという項目があるので、ここをタップすると、まあ今僕がね、アップルペイで設定しているいろんな画面が出てくるんですが、今回はここのマイスイカというところですね、タップすると、まあスイカの情報が出てきます。まあそんな中でですね、ここのチャージという項目があるので、ここをタップすると、モバイルスイカのチャージ画面が出てくるんですが、今回は t マネーにまあチャージした1万円分をチャージしたいと思いますので、金額を1万円と入力して、そのまま追加するをタップします。そしたらこのアップルペイでのチャージ方法として、今現在は VisaLine でクレジットカードが出てくるんですけどもこれだとちょっと違うのでここをタップすると まあ、チャージ方法、カードを選択する画面が出てきます。一番下にですね、今回追加した t マネーのかざして支払いというところがあるので、ここをタップすると、ここに青いチェックが入ります。そしたらですね、ここにですね、t マネーかざして支払いっていうのが間違いなければ、このままサイドボタンを、僕 iPhone12 なので、ここのサイドボタンをダブルタップ、ダブルクリックをして、で、無事に1万円分がチャージされたということでございます。まあ、いろんなルートをたどるとちょっとめんどくささはあったりするんですが、ここまですればね、モバイルスイカを使っている方であれば、 まあ結構軽くサクッとできるんじゃないかなと思います。 ま、そんなこんなで今回は今現在開催中のファインペイのファインペイボーナス10倍スーパーサンデーのキャンペーンの効率的な使い方について簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。まあ、正直ね、今回バニラビザギフトカードでま、使ってもお得だったっちゃ、お得だったんですけども、それよりか僕的に僕の生活圏内ではスイカの方が消化がすごいしやすかったかなと思いましたので今回の方法を実践させていただきました。まあ、もちろんね、ご自身が住んでいる環境とかによって使い方っていうのはいろ変わってくるかと思いますので、 まあ、どの方法が一番自分に合ってるのかとかまあそういったものを考えた上でですね残り本日含めて2回このキャンペーン取り組むことができますのでぜひトライしてみてはいかがでしょうかということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました